秋のゲーム部屋。皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、トータリーアキュレートバトルシミュレーターやっていきたいと思います。はい、キャンペーンですね。はい、導入はね全てクリアしたんで、次はですね冒険ということでね、楽しさと手応えの揃った数々のレベルということでね、難しいんでしょうか。早速やっていきましょう。木の民族、なるほど、木の上に乗っている、これは面白い。いやーこれはですね、飛び道具でやらないとダメかな。こいつら落ちてくるんじゃないの、勝手に。あ、すげえ。おー、いろんなキャラ使える。え、レガシーでさ取ったやつも使えるんだ。へえ、なるほど。ちょっと前にですね、レガシーの隠しキャラね、全部場所とね、どういうユニットかっていうのをね、まだ全然知識ないけど紹介したんですよね。ってことは、あ、シークレットも使えるわ。あ、先にこれさ、レガシーとかシークレット取っちゃった方がねいいんじゃないかな。っていうか、シークレットめっちゃいるじゃん、隠しキャラ。あ、キャンペーンやる前にね、シークレットとかレガシー取ってからの方が楽しめるかもしれませんね。今日はね、このシークレットのキャラ使えないけど、これでやっていきましょう。お、テンペストリッチだって、これ使おうかな。テンペストリッチを、はい、3体。うおー、テンペスト起こしそうだな、これ。強そう。遠距離攻撃できるよね、これ。はい、戦わせてみましょう。さあ、雷雲とかを呼ぶのかな？どうやって戦うか非常に楽しみですね。おお、雷雲呼んでる。おお、予想通りの攻撃方法。いやー強い強い。めっちゃ強い、めっちゃ強い。はいはい、遠距離攻撃お手の物ですね。はい、逃げながら、逃げながら行きましょう。あー、攻撃されてしまう。うわー、殴られたー。くそー、やばい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 。あー、これはやられた。あー、くそー、くそー、初戦からやられてしまった。銃使うやつがいいなー。ガンマンとかいたよね。はい、ワイルドウエストの、あ、ガンマンいた。はい、ガンマンだよね、やっぱね。はい、あとフリントロックってやつね。はい、いずれもですね、二丁拳銃の使い手たち。すげえな、これ銃銃何個持ってんのこれすげえな、お前そんな撃てんの。まあ、ちょっとこいつらのね、実力の炎を見ていきましょう。いやー楽しみだな。よし、敵が来たぞ。撃て撃て撃て、撃ちまくれ。あー、やっぱリボルバーだからな、そんなにですね。お、すげえすげえすげえ。え、上に向いて、上に向いて撃ってた今。おーおー、面白い、銃弾の雨。おー、いい感じ。お、銃捨てた、銃捨てて殴りかかっている弾切れがあるのか。あー、族長がいるぞ。よし、こっちはあとこいつがね、まだ2体いるからね。すげえな、想像以上の攻撃力。すげえな、そうやって攻撃すんのか、ウケるな。はい、次、星草と熊手ですね。なんか前やったようなね、題名ですね。いや、楽勝でしょ、こんなの。お、クロノマンサーとかいるよ。クロノマンサー使ってみよう。うわ、すげえ、超強そう、こいつ。絶対これ手の周りの弾飛ばしてさ、攻撃するでしょ。あとはハーフリングで。よし、行け、クロノマンサー、どんな攻撃するか楽しみだな。いやーすごいぞ。敵めっちゃいっぱいいるからな、固まってて。あー、単体攻撃か。なるほどね、範囲攻撃できた方がいいな、これ。お、で、お、すごい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 。お、なんか進化したぞ。アゲハチョウみたいになった。強っ強っ。何がどうなったんだ、いきなり進化したんだけど。めっちゃ面白いな。ここに見るべきものは何もない、直訳だねこれ。はい、紛れてますよっていう、カカシですよっていうことが言いたいのかな。はい、これも範囲攻撃で一掃してやりましょう。他に範囲攻撃できそうなやつ、デスブリンガーとかやばそうじゃない。デスブリンガー置いてみようぜ。2体。うわ、すげえ、ヒートサーベルみたいな持ってる。え、こいつら遠距離攻撃ユニットじゃないじゃん。しかもこれ川渡れんの、大丈夫、ジャンプとかできる。まあやってみましょう。行け。あー、やっぱり川渡れない、ちょっとダサい橋渡ってる、ちゃんと。さあ無双するのか、デスブリンガー。おーおお、すごい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 、どんどん敵を倒していく。いやー、これ2体で全員やったら結構すごいぞ。おーバシバシ倒していくね。あ、倒しちゃった倒しちゃった。めっちゃ強いやん、めっちゃかっこいいし。うおー、すげえ、エフェクトがすごい。執着地、ハーフリング。え、こいつら2体だけ、嘘。またどっか隠れてんじゃねえの、また。信用ならねえからな。あ、この上で戦ってくださいみたいなこと。あ、コスト100だ。コスト100か。もう剣士で切りつけてやろうぜ。さあバトル。なんでこんな上で戦ってんだ。あー、しがみつかれてる、しがみつかれてる。大丈夫かな。おー、倒した倒した。なんだこのミッション、超楽勝じゃん。
さあ次、最小の軍隊ということでね。またお前らか、ちびっこ。え、なんか一体だけさ、顔めっちゃちっちゃいやついるよ。突然変異種がいる。面白。しかもなんか内股だし。いや、またこれ範囲攻撃で一発でしょ。トールでさ、もう瞬殺でしょ。はい、コスト余ってるけど、もう楽勝だよ、ほら。楽勝楽勝。いけいけ。雷神のハンマーなんで腰引けてんだよ。情けねえな、この雷神。さあ、サクサク進んでおります。まずい、逃げろだって。え、何から？え、こいつら絶対自滅するじゃん、逃げて。え、こいつらだけ？これ、おとりじゃないの？なんか爆弾投げそうなさ、キャラいたよね。あ、いたいた、ボムスロワー。これでさ、もう、崖の上から爆弾投げてやろうぜ。あ、持ってる持ってる。腰にも爆弾つけてる。よしよし、爆撃してやれ。行け！ボムを投げるんだ！崖の上から、お前は落ちなくていいからな。さあ、陽気に一人で出陣だ。こいつらは？おお、なんか物陰に隠れてるぞ。お前は落ちなくていいんだからな。いやー、これ、どうなるかな、どうなるか。投げろ！あ、当たってない、当たってない。でも落ちている、敵は落ちている。よしよしよし、投げろ、爆弾投げろ。そんな近づかなくていいから。おい、お前まで爆発。うわー、言わんこっちゃない。もうまだ使ったことないキャラがいいですね。よし、侍だ。侍2体でいきましょう。お前らデコボココンビに任せた。さあ、レディゴー。侍1体は私が動かしましょう。えい。おお、こんな感じか。おい、下手くそだな、剣の扱いが。叫んでる。チェストみたいなね。よっしゃ、行くぞ。おうおう、行け、お前行け、切りつけろ。おっしゃおっしゃ。なーい。よし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 、こいつを切りつけたら勝ちだ。行け行け。あ、侍落ちるぞ。あとこいつが、あとこいつ倒せれば。よし、倒した。なんだこの地味なミッションは。骨骨軍団だって。確かにみんななんか骨かぶってんな。なんか一体だけもう首骨折してるようなやついるんだけど、大丈夫かこいつ。もうすでにやられてんだけど。コスト5000か、結構使えるね。え、ドラゴンとかいいんだけど。え、ドラゴン使ってみようぜ。あ、そういうこと。一応まばたきしてるね。生きてんのかな。なんだ、ドラゴンとか言うから期待しちゃったよ。人が担いでんじゃねえか。まあいいや、もうドラゴン軍団で行きましょう。よし、行け、ドラゴン軍団。わっしょいわっしょいわっしょい。本当にこいつら強いのか。いやー、あ、炎入ってる、炎入ってる。強いじゃん、めっちゃ強いじゃん。よし、焼き尽くせー。あっという間に骨骨軍団を撃破だ。いやー、なるほどね、面白いね。目いっちゃってるけどね、一体ドラゴン。さあ、執着地、棍棒、またこれか。はい、またこのカイジのビビリ橋みたいな上で戦わなきゃいけねえのか。お、画家とかいるよ。画家ちょっと戦わせてみようぜ。お前戦えんのか、画家。筆でもう色を塗りたくるみたいなね、そういう感じですかね。見ていきましょう。さあ、戦え、画家。棍棒に勝てるのか。いけ、筆で、あー、やられた。やっぱりダメだった。コスト70か、こっちも棍棒戦士で行くしかないかな。さあ行け、俺の棍棒戦士ということでね。あ、勝手に落ちたぞ。勝手に落ちた。さあ、いやー、お前ビビって降りない降りない。あ、落ちた落ちた。変な落ち方したぞ。行け行け行け。よし、俺が動かしてやる。ほいほい、えいえい。くそ、当たらない。おらおらおら、よっしゃ、倒した。地味だったな。次、最小の攻撃。なんか紛れてんだよな、この中に。なんだろう、こいつら。ハーフリングかな。まあ、コスト3800もあるからな。ボイドモナーク。はい、悪の親玉を召喚してみました。めっちゃなんかトゲトゲしてるよ。しかもワンピースの鷹の目のミホークみたいに背中にめっちゃでっけえさ、剣を刺してますね。いや、これ振り回すのかな、めっちゃ楽しみ。あと、シャドウウォーカーってやつがいるね。これを古文で配置しましょう。あー、闇の戦士っぽいね。よし、これでいこう。いけ。おお、すげえすげえ、消えた消えた。面白、シャドウウォーカー。え、どこ行った、シャドウウォーカー。いないんだけど。おーおー、強っ。あ、変身した。うわー、正義の親玉みたいに変身した。なんかデーモンみたいになってるよ。面白い面白い。あ、背中の剣をね、ついに抜いたっすね。おお、面白い面白い。めっちゃかっこいいじゃん、こいつ。いや、シャドウウォーカーは？シャドウウォーカーどこにいんの？まあいいや、こいつめっちゃ強いから。
こいつのバトル見てるだけで面白いわ。よし倒したか、まだいる、あいたいたいた、よしこいつを倒せば終わりかな。おっしゃ倒せ倒せ、いけ、あれまだいいんだ、ここに引っかかってる、ここに引っかかってる、いけ、とどめを刺せ容赦なく撃破。次パンとバターですね。なんでなんでパンとバターなんだろう、なんか真ん中のこいつすっげえ目でけんだけど。おジャールってなんだ、あーあいつか、以前のキャンペーンで苦しめてきたあいつだ。え、こいつ強いからな、こいつ一体で倒せんじゃね。さあ行け、魔法を使うんだ、こいつ超タフだからな。よし魔法使い、よしこれが、これが見たかった。よっしゃよっしゃよっしゃ、さあ氷のフィールドを出現させてね、その中に閉じ込めるというね。そしてこのね、自分をバフするこのなんかよくわかんないバーサーカーモードみたいなやつ、やっぱこいつ強えな、ジャールっていうのか。おー、もう行っちゃってるもんな、顔がもうスーパーサイヤ人ゴッドみたいになってる。はい、次二刀流のみということでね、二刀流がいっぱい出てきてますね。なんかこいつだけポーズ違うぞ。コスト4200か。はい、この間ゲットしたね、樽乗り、これでさ、もうぶっ飛ばしてやろうぜ。自爆だ、後ろはね歩行兵で、よしリーダーのファラオを置いて密漁者で後方支援、よしレガシー部隊行け。さあ樽で爆発、さあファラオの前にひれ伏せバイキングども。あーこの、いやこの歩行兵ちょっとね近づかれたら結構弱いな。あファラオもやられた、あクソ、完璧だと思ったのにやられてしまった。ウィザード強かったよね確か。もうウィザード軍団で行こう、もうこれね勝てると思うんですよ。行けガンダルフ、おーなんかこのバイキング兵めっちゃ突っ込んでくるな。えガンダルフめっちゃ強えな、やっぱ剣と魔法、いやー強い強い強い、近距離にも対応してるし遠距離にも対応してるからね。はい楽勝でございますね。はい続勝吹っ飛べ、オッケー、またこれか。よしこっちは盾戦士で行こう、さあ行け、矛と槍ということで、おい俺の盾戦士落ちてんじゃねえか。いやーもうこれはね自分で動かすわ。えなんか勝手に負けたんだけど、あ向こう側で落ちてるね、ダッセーなこいつ、俺何もしてねえぞさあ最後にですね、大釜の中の大釜、はい借り入れ農夫がいっぱいいますね。コスト8000だよ、ということはあれが使えるんじゃないですか。はい戦車戦車行こうぜ、楽勝だろこんなの。あとコスト2000もあるから、はいチャリオットも置いてみましょう。よしダブル戦車で行くぜ、もう馬もね張り切ってるしね、なんかね戦車に乗ってるやつらは悪乗りしてるしね。よしこれが今日の最終決戦だ。さあ最後のバトルが今始まるということでね、撃てー、いやめっちゃ楽しい戦車やっぱり。あチャリオットもやられたんだけど、クソ使えねえやつらだな、戦車速いしな。固まったところドカーン、いやマジ圧倒的、お結構強いぞこいつら、ドーン、おー死なない死なない、突撃ドーン、突撃 HP があとどれだけあるかわかんねえからな、ドカーン、オラ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 突撃、パッ、あーやられた、戦車でもダメ。よしまあ8000もあるからね、まだ気になるねユニットいっぱいいるから、王朝のね炎王ってやつとかね、ハロウィンの死神だよ死神、うえい、うわかっけえ死神、あとねワイルドウエストの早打ちガンマ、あとねこのね製造像かな、あ像だ。さあこの異色の軍隊でいきたいと思います。炎王孫悟空みたいだな、そういうことか、早打ちガンマは連射するのかな、楽しみだ。ゾウと死神はもう見た感じも強いもんな絶対これ。さあ見ていきましょう、全員楽しみだ、どうやって戦うのか。さあ今のところ両者にやりみは、おお製造遠距離攻撃できるんだ、おお死神強っ、死神強っ、あわすげえ、ガンマンもね早打ちしてないね構える前に撃ってるけど、いやゾウ強いな、あゾウやられた、うわ死神、死神山、おゾウがやられても上乗ってるやつがまだ生きてるわ、おーおーすげえすげえ、ガンマンガンマン強かった今、あっという間に倒したぞ。はい銃は横向いてるけどね、真正面の敵ちゃんと撃ててますね、さすがだ銃のエキスパート、ミステリーだなこれ。死神もマジやばかった、めっちゃ強い。
はい、というわけでね、キャンペーン進めていきました。まだまだね、いっぱいありますんで、徐々にですね、進めていきたいと思います。でね、キャンペーンで、このね、シークレットとね、レガシーがね、使えるってことが分かったんで、ちょっとこれ早めにですね、シークレットの方のキャラも集めていきたいですね。いや、ここになんかドラゴンっぽいのいるしな、楽しみだ。というわけで、今日はキャンペーン進めていきました。今日の動画面白いと感じてくださったら、高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。それでは、またね!